ピンチがチャンス。早朝です。脳編集の動画です。すいません。陸上自衛隊のヘリが墜落しましたね。え、事件です。え、なんで事故か事件かっていうのじゃなくて、いきなり事件なんていうことなんですけれども、この動画はですね、僕も突っ込んで自分の言いたいことを言う動画ですので、エビデンス何もないです。僕がただ単に、 そう思ってるよということなので、事故かもわかりません。でも僕は事件だと思ってるので、その背景について僕の考えてる斜め45度のお話をしたいと思います。そしてどんな兵器が使われたのか、そしてこの事件によって誰が得をして誰が損するのか、そして日本はその後どんな影響を受けるのかというところまでですね、これ短い時間でお話ししたいと思います。あくまでも僕の考え方です。僕はこの事件を聞いた時にですね、もうすっごい違和感を感じて 感じました安倍さんの事件もそうなんですよ僕事件当日から安倍さんの動画バンバン上げてますけれどもやっぱり違和感なんですよ何の違和感かというとですね報道の違和感ですまずですね安倍さんの事件もそうなんですよ事件が起こっ で、すぐにですよ。これ僕動画ですぐ言ってますけれども、山上は政治的な心情で安倍さんをやったんではないという発表で、いきなり統一協会の問題が出てきましたね。これおかしいなぁと。山上本人のことが全く出てこないのに、なんでこんな心情が先に報道されたのかなということで、その後、ね、僕が言った通り変更報道起こりましたよね。統一協会一辺倒で、安倍さんの事件の真髄、ね、本当のところってのは一切報道されなくなりましたよね。でも僕はこれ追求してね、 ほぼほぼもう真相究明してます、僕の中ではね。これまた安部さんの動画見てくださいね。今回の事件も一緒なんですよ。軸上自衛隊のヘリが墜落してすぐに爆料庁の、で、いわゆるトップです。あの、 自衛官のトップがですね、あの、会見やりましたね。この会見めっちゃ違和感あったんですよ。いきなり国民の皆さんどうもすいませんでしたと。事故と断定しましたっていう風にですね、いきなり言ってるの知ってますね。これね、国民の皆さん大変なことが起こりましたと、事件か事故か調査中ですっていうのが当たり前じゃないでもいきなり、えー、事故と断定しますとこれ言ってるんですよ。これご存知ですかそしてですね、これね、乗ってた人。 ね。が、坂本さん。この人どんな人かというとですね、陸将です。陸将、まあ、どういうこと、うんとね、えー、熊本にあるんですよ、この第八帝団ね。熊本とか宮崎とか鹿児島、全部のトップです。トップ中のトップです。中将です、この人ね。で、あの、部下が6000人いてます。で、あの、このヘリには10人乗ってたでしょ で、あの、操縦士が2名です。そして、あの、あと2人はなんか、故障した時の就任する人ね。この機関士っていうのかな、これが2人。あとの6人は全部将軍クラスが乗ってたんですよ。 ね。そして、違和感、この事件めちゃくちゃ感じてるのが、僕は偶然が重なると、これ怪しいでっていう風にね、思う人間、いやらしい人間なんですよ。まず偶然です。ね。どんな偶然かというと、このね、いわゆるトップ中のトップです。6000人のトップ。そしてそれ以外もトップ中のトップがね、まとめて乗ってるヘリがね、なんでヘリの事故って、 ね、あるのはあるけれどもですね、備えないやんかヘリが落ちる事故ね。でも、たまたまですよ、離陸して10分後にヘリが落ちましたと。このヘリが、たまたま、ね、その辺のヘリじゃなくて、今、尖閣諸島とか沖縄とか台湾有事、ね、問題扱ってるですね、この、 自衛機が落ちただけじゃなくて、そこに乗ってた人間が偉いさんやったと。しかもこの偉いさん、一週間前に就任したばっかりでね、これ、あの、北朝鮮の脅威、中国の脅威、ロシアの脅威ね、これから私たちは、これね、この近海だけじゃなくて、南西諸島までね、私たちはやらなあかん、見守らなあかんって言うてですね、これ、あの、就任の会見した人ですよ、坂本さんっていうのね。この人が乗ってたと。そしてですね、これ偶然かということですね、そしてもう一つの、 え、ことですね。これね、天候がめちゃくちゃいい中、えー、この後天候悪くなってますけどね、事故の後ね、なんとこの時はですね、え、視界が10キロ、あったんですよ。で、天候良かったんですよ。しかもね、これ離陸して10分後にですね、あのー、落ちたと。しかも、 緊急連絡何もないんですよ。飛行機が落ちるときに緊急連絡もない状況でいきなり落下するってどんなことと、いきなりエンジン止まったんということね。で、急に落ちたんと、で救命道,道具とか、ね、あと、なんか人間ももうそろそろ見つかりたという報告がありましたよね。で、ごめね。あ、あったらしいです。ついさっきね、聞きました。そして、あのー、こんな急に落ちる ということで、これ僕のこっから考察ですけれども、あまりにもこんなね、都合のいい偶然が重なってるところには、この事件で一体誰が得すんねんっていうことですけれども、まずですね、一般の人が、これこっからね、ちょっと証拠もあるんですよ。ちょっと画像とか出してないけれども、一般の人がヘリコプターを目撃情報とか写真撮ってるんですけれども、異常に低空飛行をやったと。飛行機の色もはっきり見えるぐらい低空飛行をしていたと。これが一つ。そして、 二つ目、その撮った画像、動画の中にですね、船が写ってます。近くに。で、この船は、どこの船なんやっていうことね、どこも報道してませんやんか。で、これどこの船やと思いますかということです。ね。そして、僕はですね、 こう思ってます。やたら言われてますよね。C 国ね。C 国がこれやったんちゃうかっていうふうにね、えー、言ってる人多いじゃないですか。これね、陰謀論でも何でもないんですよ。あの辺はですね、あの海域ご存知のようにですね、1ヶ月ですよ。1ヶ月に20回以上 C 国の船が出入りする海峡なんですよ。だから非常に緊迫したところで、あのところで、ね、あ、10分って言ってますやんか、飛行機で飛んでた。ところがあれ概洋に面してるので、そういった一番危険な状態 東京を飛んでるんででるすよなので、この船ね、あのー、当然軍艦が来てるわけじゃないんですね、中国のね、あの船にしてもね、やっぱり漁船に軍人が乗ってきてるんですよ、これね、月にね、これご存知ですよ、これぐらいの情報はね。その中でね、あのー、 じゃあ C 国がやったんちゃうかということなんですけれども、これね、僕の推測ですよ。これね、おそらく、あの、電磁波の兵器を使ってると思います。で、電磁波の兵器っていうのは、あの、何かというとですね、こんな事件知らないですかあの、アメリカとかでよく起こる事件なんですけれども、大きなパラボラアンテナあるでしょこの大きなパラボラアンテナところを通った人が死んでいる。なんで死んでんのかなと思ったら内臓が煮えくり返って焼けていた。つまり電磁波の影響で人は死ぬんですよ。 もっとわかりやすく言うと、マイクロ波、もう電磁波の一種ですよね。電子レンジがそうですよね。これもともと、あのー、軍事兵器として開発された技術でできてるんですよ。電子レンジっていうのはね。で、皆さんどうですか電子レンジの中にね、動物入れたら死んでしまいますよね。この電磁波兵器やないかということなんですよ。で、これ世界でこの電磁波の兵器っていうのはものすごく開発されてるんですよ。これ、なんで開発されてるかというと、昔はですね、この電磁波の装置を、えー、発生さすのにね、 えー、すっごい、あのー、大きな動力がいったんですよ。大きな動力がいって、そしてさらにですね、これを発生さす、えー、地帯自体が非常に影響を受けるということで難しかったんですけれども、今開発が進んで、今ね、あの、本当に車の上とか小さな船の上にこの兵器乗せれるんですよ。でもあんまり遠くまで照射できないんですよ。近くで照射するのは小型なやつでいけるんですよ。で、これいっぱい事件起こってます。ね、あの、どんな事件が起こってるかっていうとですね、 急にめまいがする、吐き気がする、頭痛がするって言ってですね、いろんな国で、特にこれロシアがやってるんですけれども、ホテルの中に重要人物が泊まった時に、その電磁波兵器を、えー、照射するんですよ。ホテルだったら近くでできるじゃないですか。その時にですね、めまいとか頭痛とかして意識がおかしくなる。ね。で、これね、もっと言えばなんだこれヘリコプターで、ね、使ったかというとですね、あのー、ヘリコプターで、あのー、墜落するときに何の音信もなかったと。2分前には、ね ね、このヘリコプターはね、あの、ちゃんと更新してるんですよ。その時に何の異常があったとか何にも言ってないんですね。でも急に、急にですよ。あの、救命ボートも開かずに急に墜落したってどういうことって言ったら、この電磁波攻撃を受けたので電子機器が全部止まったんですよ。そうなんですよ。この電磁波兵器が今注目されてるのは、まドローン兵器が多いじゃないですか。このドローンっていうのは電気で動いてますよね。だからこのドローンを墜落さすのにいっぱい飛んできますから電磁波を照射して墜落させる。 使えなくするっていうためにこの電車兵器っていうのが人を殺すためじゃなくてドローンのためにめちゃくちゃ開発されてるんですよこの市場規模が今ですねどんどん上がってですねこの12億ドルとか20億ドルとかこれ市場規模が広がってるというふうに言われてます ね。だから僕はこの電磁波兵器を使ってやったんやないかなとヘリコプター。つまりこれってね、あの、照明の仕様がないんですよ。ミサイルとかで撃ったんであればですね、中国がやったとか、どうこがやったってミサイルで撃ったような跡が残ってるとかありますけれども、今回そういった破片を見てもですね、そんなものは残ってません。ただね、えらい破損してるんでなんでこんな破損したんや、なんていうふうに言われてますけれども、僕は電磁波やと思って、 るんですねそうするとですね、中にいての操縦士とかなんや、もうですね、低空飛行を飛んでました。これなんで低空飛行をしてたのかっていうことなんですけども、僕ね、これね、あの、日本側にね、誰か情報をリークしたやつおるんちゃうえー、この何時何分に離陸して、ね、こんな偉いさが乗ってるよと。このね、あの、6人の損失っていうのは、これね、あの、 あの、評論家が言ってますよ。なんとですね、日本にとっては30年分の、これね、被害やと。ね、この軍事力を束ねるこのトップの死っていうのは30年間もの損失やと。ね。 いうふうに言われてるが損失なんですよ。それを狙って、ね、僕は電磁波兵器で狙ったと思ってます。じゃ、こっからなんですよ。これね、じゃ、なんで狙ったんと、これ落ちることによって誰が得するのということなんですけれども、ほとんどの人がこれね、C 国がやったんちゃうかっていうふうに言われてますけれども、C 国得しますかねこれ落とすことによって。逆に損するんじゃないですか ?C 国。ね、もしも C 国がやったということになればですね、世界から叩かれますよね。ね。でも、C 国が C 国がやったということになれば得する国はどこですかっていうことなんですよ。そうです。今 C 国が一番敵対しているのは英国ですよね。この英国が得するんですよ。ここが叩かれることによって。そうすると、今安倍さんが僕言ってるように暗殺された原因っていうのは台湾に安倍さんが訪問することが関係してるって僕動画で言ってますよね。これ台湾有事に関係するんですよ。で、そしてちょうどこのあの、 時にですね、あの、米韓軍事合同演習もやってましたよね。そして、いろんなことで、ロシアが、日本に向けてロケットを撃ったり、北朝鮮が魚雷を、核弾頭を止める、ね、魚雷を通ったり、そんなやってる、ぐちゃぐちゃやってる中での、この墜落事故ですよ。これ誰がやったんや、言うと僕はね、あの、C 国じゃなくて、英国ちゃうかなと思ってるんですよ。こんなことやるんですよ、英国っていうのはね。そして、中国がやったということに、みんな世論が、ね、これは、証拠は絶対できませんよ。 こんなもん、もし、あの、C 国がやったっていう証拠があ、国が発表してもうたらこれほんまバチバチの戦争になってしまうからね。こんなことは絶対報道されません。だから、すぐに、このトップが、事故と断定しますって言ってるのはそこにあるんですよ。これ戦争になるからそういうふうに言ってるんですよ。わざとね。でも僕は、この C 国、もう一回話戻しますけど、C 国がやったことによって、A 国が得する国が叩かれるから。そうそう、台湾有事の時に、こっからですよ。こっからなんですよ。台湾有事の時に一番ネックになってるのは、アメリカはこの台湾全体 絶対許さへんねんねけれども日本と一緒にね、これ台湾守るぞということ言ってますけれど、日本には憲法の壁っていうのがありますよね。なので、この事件をきっかけに、アメリカは日本の憲法を改定しやすいように、国が動きやすいように、 これ憲法の書いてる話になってきたら、僕間違いなくこれ英国の幸せやないかなっていうふうに思ってるんですよ。うわー、朝からきつい動画長いこと喋ってもうたけどね、僕はこれあくまでも個人的な考え方ですよ。ね、お亡くなりになられた方ほんまにね、あの、 ツイートしますけどね。これは重要な事件です。注目事件です。僕は安倍さんと同じようなす、ね。非常に陰謀を感じてます。以上、JJ チャンネル。あ、それとですね、あのー、人の悪口とかもうそんなんやめてね。あのー、そんな場所やないからね。うちのチャンネルはね。えー、これあの、聞いてる人何のこと言ってるか分かってるよね。で、僕はもう一切かん感知しないからね。あの、やり合うんやったらもう個人のツイッターでやり合ってください。以上です。ジェジェチャンネルでした。